スター、こちらにいらっしゃったのですね。はい、あなたのシャルロットです。その期待に満ちた表情、もちろんご期待通りですよ。はい、こちらショコラです。いえいえ、それでは失礼しますね。バレンタインデー。大丈夫、お菓子作りは慣れたものです。スタンダードに丁寧に作れば問題ありません。ただライバルが多い、多すぎです。マスターさんの糖質摂取にも限度というものがあります。トーナメントで一人に絞った方がいいのでは。ダメです、勝てるビジョンが全く思い浮かびません。不意打ちありなら、いいえ、やっぱりダメです。逆に不意打ちを食らって負ける以外のルートが見当たらない。こうなればせめて一分の隙もない完璧なショコラを。素人なりに美味しいかなとか、素人とは思えないほど美味しいとか、そういう余分な料金が一切ない、プロでも顔負けするレベルのショコラを作るしかありません。基本レシピはこれで、あとは砂糖の分量を。砂糖を控えめにするのはかえってまずいと。ありがとうございます。プロよりアマチュアレベルかな。まだまだこれじゃ全然だ。わかっています、わかっているのです。普通の味でもあの人は満足してくれる、喜んでくれる。送ってくれたことが嬉しいのだから、味なんて関係ない。それは多分本当のこと。神のような偉大さも、鬼のような力も、英雄のような気高さも、私には存在しない。だからこれは私の純粋なエゴイズムだ。豪華さでも実力でもかなわないのだから、せめて精一杯やった証だけはあの人の心に刻みつけたいのだ。できた。心臓の音はどんどん高鳴っていく。緊張で顔がこわばってないだろうか。ある意味でマスターの優しさは鏡にも似ている。善人であれ悪人であれ、その生き方が尊敬できるものであれ、
そういうものなのだと飲み込んでいる。それは私にはできないことだ。認められない英雄がいる。認められない存在がいる。そして誰より、私は私自身が本当に嫌になるほど認められない。贈り物を受け取ってくれるだろう。喜んでくれるだろう。でも、それだけでは嫌だった。サーヴァントの私を認めてくれる唯一の人に。一生忘れられないほど美味しいものをあげたかった。マスター、こちらにいらっしゃったのですね。テンションが上がりまくって、何かひどく暴力的な気分になって、思わず壁を殴った。そんな自分をかなりバカだと思うけれど、少し好きになれたのは確かである。